こんにちは。サブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。あじゃり餅っていう京都の銘菓、初めていただきました。プラウダさんってね、以前動画でもお仕事いただいたりですとか、お世話になっているところが武器取り賞でね、プラウダさんも出店なさいまして、そこでお手伝いしている方がこちらのね、お菓子に関連のある勤めてらっしゃる方っていうことでね、いただきました。もう実はもう1個食べたんですけどね、おいしい。なんか大正12年とかのあれみたいな創業らしいんですけど、なんかね、もちもちしてて中があんこだから、初めてですねこういうの。はい、アマゾンで売ってました。ではいただきます。うん、普通なんかあんこ外ってパサパサではない、パサパサのもあるのか、なんて言ったらいいんだろう、こう柔らかい感じじゃないですか、その和菓子のこの外装って。でもなんか餅みたい。うまい、おいしい、すごいですね。あんこも上品な味で、家族でもいただいたんですけど、みんなおいしいおいしいっておっしゃってました。あじゃり餅です。でね、買っていただいた方からっていうわけではないんですけど、なんかそのお店の方もね、 APS ね買っていただいてね、すんごい真面目な方でね、なんか京都なんで、京都 ASW さんってね、国友重宝さんでなんか練習会確か復活したんですよね。なので、そちら行けば、はるさんっていう私のメンバーさんですとか、いろいろな方がねいらっしゃるんで、もしこれそのね、お店の方聞いてらっしゃいましたら、ぜひね練習会もという業務連絡でした。というか本当普通にね美味しい。うん、ぜひ甘いもの好きな方、みんな めっちゃ高でもないんで、これはいいですね。で、東京と京都と金閣寺店ってあるらしい。だから金閣寺に行ったら、観光に行った時にね、あじゃり餅も売ってるみたいですよ。結構有名なんでしょうね、東京にも支店があってね。はい、今世の中知らないことばかり、大変美味しいものありがとうございました。というわけで、あじゃり餅おすすめです。ご視聴ありがとうございました。